皆さんこんばんは。かおりのうちなーなでしこ講座パーソナリティの伊波かおりです。はい、皆さんこんばんは。パーソナリティのキリンです。はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、キリンに戻っちゃいましたねそうですね、はい、というわけで今日は、水曜日の朝なんですが、はい、当日の朝収録するって珍しいよね。本当は前の日とかね。そうですね、まあほとんど当日にやることないんですけども、うん、先週のこの番組で、はい、週間天気予報の場合に週末から天気崩れますよとか、うんうん、ちょっとね台風の影響とかあるんじゃないかっていう話があったんですけども、はい、いい天気続きましたね。良かったですよね。そうですね。ただちょっとツーリングに行くって、まあ、行ってきたんですけども、はい、予定をちょっとね、組んでなかったんで、うん、あたふたと行ってきましたでもね、予想外のお天気と言いますか、うん、でもところどころね、まあ、雨が降りましたので、ね、小雨降ったんですけども、うん、想像してた雨よりも少なかったんで、うん、そうですね、うちのツーリングクラブのメンバー、はい、結構晴れ男多いんですよ、うん、山城さんはじめ、はい、なので行ってる時に大丈夫だよ大丈夫だよって空模様を見ながら行ったんですけども、はい、降られることなくっていうかずっといい天気で、すごいいいですね。うん、ところどころ風強かったんですけども、うん、山の峠のとことかはね、はい、でもまあ煽られて転ぶほどスピードは出てないので、うん、はい、安全運転で。いい季節になりましたよね。でこの間はね 7,8 台一緒に行ったんですけども、はい、出っ端から1台遅れて、うんね、で、はい、僕大体いつもは最後尾なんですけども、はい、まあ真ん中ぐらいしてたので、うん、しかも早い組と遅い組で分かれて、はい、でこれが信号のたびに普通はくっついていくんですけど、だんだん離れていってっていう、うん、これってツーリングって呼んでいいのかみたいな3台で走ってるだけだよね。でもまあ目的地というかね、まあ、というか集合場所が決まってますから、次の休憩場所はあそこねっていうところで待っててくれるので、はい、ただ一番最後に着くとコーヒー飲む時間がないぐらいで休憩になってない、休憩になってないでもいいですよね、うん、そういった趣味があるってね、うん、しかもメンバーの一人が元部に、はい、ペンションというか別荘というか、はい、もともと家を持ってないのこれが家だよって言い張ってるんだけど、はい、でもすごいのを持っているので、そちらへ、コーヒー飲みに行くんですけども、はい、うん、よかったです。いいですね。行ったらちょうど草刈りが終わったところで、うん、相手伝うことないねって言いながらただのなんかお邪魔しに行った、そうコーヒー飲みに行っただけみたいなでも本当羨ましいなと思うのが、うん、まあ、最近ですね、うん、家が欲しいなと。え、自分の家なんて言うんですか。え、それは女の人の場合は、誰かに頼むんじゃないですか、旦那になる人とかね昔から言いますよ ね、女の人がね、お家買っちゃダメとかっていう、そう、家3階に家なしとかねいろいろ言いますけどね、うん、はい、でもそうなんですよ、なんとなくもう、うん、なんだろう、自分の持ち物というか、うん、所有物というかそういったものが多分欲しくなってきていて、一番今欲しいのが自分の家と、実家とかアパートとかそういうことではなく、自分の家というものが、もうリカちゃん人間の家かなんか買ってあげるからマンションみたいな、ちょっと寂しいです、猫の家みたいなもんとかっていうのが欲しいなと思ってまして、うん、まあ、人間そういった欲しい物欲とかっていうのもそうなんですけども、うん、それが仕事の活力になったりするじゃないですか、うん、なので、まあ、それを活力に変えて頑張ろうかなと思ってるんですけどね。僕もともと家が欲しいと思ってなくて、はい、自由がなくなるような束縛されるような気がしていたので、はい、アパートでいいよってずっと思ってたんですけども、引っ越しだけが嫌だったんですね、はい、なんか矛盾してるよね、自由を束縛されたくないのに引っ越しは難儀だから嫌だみたいな、だから荷物もあんまり多くしたくなくて、はい、結構、移動できるような、どちらかというとカタツムリ型に行きたいなと思ってたんですけど、なのでなんていうの、キャンピングカーで移動しながら生活みたいな、いいですねとは思うんですけど、いや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 、でもね、いやいや、でもね、定住したいと思いますよ、うん、そういう生活をしてると、でもね、週末だけそういったものでね、キャンピングカーで移動っていうのは、そうそう、でもね、今言ったのがその通りで、うん、でもね、拠点があるから移動って言えるんであってただの移動だけしてるとは家なし子ですよねそうですよね、ただうん、こっちを拠点としてあっち行ったり、うん、こっち行ったりっていうのは旅行であったりね、うん、ツーリングであったって言えるんだけど、うん、はい、その拠点がないときはね、ただのね、流れてるだけみたいな雰囲気があるのかな、うん、そうですよね、うん、
またいくら沖縄といえどもですね、うん、そのキャンピングカーを止めて、うん、長時間止められる場所っていうのも限られてきますしね。結構ね、うん、あのパーキングエリアとかね、うん、そういうとこ置くとこあるんですけども、はい、本当は有料のところで水も何もかも使えますよみたいな、うん、ところがねもっと増えるというね。そうですね。だからあの温泉施設、うん、だからあのキャンピングカーでもさすがにシャワーついてないのが多いので、うん、はい、そしたらそこに泊まってるじゃないね、あのお風呂は入れるし、うん、トイレもあるし、うん、ご飯も食べれるし、うん、で寝るとこだけキャンピングカーっていうのもありかもしれないよね。いいですね。だから夜開放した、うん、公衆浴場、うん、あ、いいかもだな。いいかも。ということは、最近公衆浴場なくなってきたじゃないですか、うん、もうあちこち、はい、そしたらあのこの間沖縄市も公衆浴場あるってフェイスブックに載ってたんだけど、はい、その周りに有料駐車場を作って、うん、ここお風呂ありますよと、うん、キャンピングカーの方いかがですかみたいなことでバックアップしてもいいよね。そうですね。安いし、うん、確かにその駐車場所を提供する、うん、っていう形で、うん、まあ、いくらか料金をお支払いしていただいてとか ね、あのうちのすぐそばに金のパーキングエリア、うん、エリアがあるじゃないですか、はい、そこにあのシャワールームとか作ってもらう。うーん、なるほど、うんうん、使用料100円とかの可愛いですね。でもあのそうやって考えていくと沖縄って便利だよね、うん、だってビーチあるじゃないですか、はい、でそこにあの公共のシャワー室とかあるじゃないですか。あの名古屋入り口のあたりもあったように、はい、100円とか200円払うとシャワールームが使えるとか、はい、でいいよね。そうですね。海入ってそこ入ってシャワー入って、うん、キャンピングカーでお泊まり、うんうん、じゃあキャンピングカー専用の、有料駐車場みたいなの作ればいいんだね。そうですね。有料か、うんうん、でもそうじゃないと、うん、まあ、そのなんていうんですかね、地域の皆さんにお金が下りないじゃないですか、うん、そうそう、宿泊料っていうのは ね、あのキャンピングカーだと出てこないものなので ね、そうだね、うん、でもあの地元で食材買って地元でこうバーベキューしてもらおうとか言って、うん、地元に落としてほしいよね、行った先で ね。だから今まであの、うん、キャンプ場ってあったじゃないですか。あったあったあった。それをそのままキャンピングカーで来ても使えるっていう風にしていただければ、寝るときはキャンピングカーで、だからネイチャーミラカーに行って、うん、キャンプするとこがあるじゃないですか、はい、川沿いに、はい、あそこに車で行ってそのまま寝てるっていうやつだね。そうそうそう、あ、いい考えだ。いいかもしれませんね。あそこシャワールームもあるし、ありますよね、うん。ではあのテントを張るあの労力もいらないし、うん、まあ、私たち女性側からしても安心じゃないですか、車の中だと。車の中の方がいいよね。テントよりは。あ、今ちょっと目から点なので、目から点、目から鱗、あ、ごめん、目から点、目から、コンタクトって言おうと思ったら点になってたんだけど、最近コンタクトしてないんで点になってましたが、うん、あのいいよね、はい、なのであの家欲しいって言わないでキャンピングカー欲しいって言ってくれると僕が使うから貸し借りしてレンタ、ね、やっぱり私のじゃないじゃないですか。いやいや、名義は香りでちょっと貸して週末だけって。いや、だから家なき子なんですまた元に戻りますまた元に戻るんだけどね。そうだからね、そういった別荘とかもそうなんですけども、うん、お家とかね、うん、まあ、手入れとかもね大変なのかなって実際にはね思うんですけど、自分の所有物になるとね。だよね。だから僕行くたびに思うんだけど、うん、その持ち主って草刈りのために行ってるわけさ、うん、はい。だからバーベキューしようかなと思ったらまず手入れして草刈りして、うん、それからでしょ、うん、で1ヶ月に1回行くと毎月草刈りしてるわけさ、うん、ってことは3時間4時間草刈りしてから2時間ぐらい行くって帰ってくるわけでしょ、うん、いやー別荘型ペンションとかマンションとかでもいいな俺みたいな、一部屋だけでいいやとか、うん、だからのコンドミニアムとかそういったものが出てくるわけだね。出てくるんだと思いますね、うん、確かにそうだよね、うん、常に綺麗で、で利用してないときは人に貸してみようと、うん、なるほど、うん、やんばるに一軒そういう場所が欲しいよねって僕らの年代みんな思っているんだよね。沖縄の中部南部の方みんな思うんじゃないですか、うん、北部にちょっと。そうですね。で確かに土地買ったりいろんなことするんですけども、うん、うちの先輩も何人か那覇の方が買ったんですけど、はい、5年ぐらいしたら飽きるみたいで飽きるとか、まあ、夢とね現実が乖離してるというか全然違ってたと、うん、 で実際草刈りだけしに行くために行くっていう苦情が一番多くて、うん、でもしょうがないよね。かといってコンクリートで全部固めてしまったらね、うん、何の面白みもないんで。そうですよね、うん、だから定年退職してもう
いっそのこと移住、うんうんうん、するんだったら楽しいかもしれないよね。そうですね、毎日なら。でもまあ非現実を味わいたいっていうと週1ぐらいがちょうどいいかもしれない、ね、だから暮らすとこではないとかね、うん、友達が来てくれないとかね、うん、月1回のもあいも大変とかね、逆に、うん、あるかもね。いろいろあるんだね。なんでこの話になったかって、ツーリングの話からだったんですけども、いい天気だったんで、で、やっぱり窓から見るのもいいし、これからバーベキューとかね、うん、これから北部って楽しいよね、もっとね。そうですね、涼しいというか寒いんだけど、うんうん、本当いい季節だなと、うん、いい季節ですよね、うん、まあ、ドライブにもいいですし、うん、まあ、バイクのツーリングでもいいですし、また増えるのが自転車の方も、これから、ね、これから増えてきますよね。なのでこれからまあ冬になって向かって、うん、ツーリングとか北部のドライブってものすごく気持ちよくなるんですけども、窓開けた自然体とかね、はい、うん、でも鶴戸沖縄があったり、はい、自転車の方が結構沖縄入ってきて、うん、この冬場沖縄でキャンプ張ったり、はい、走り回る方多いので、うん、自転車って本当に気をつけないと、スピードもね車より速かったりするので、はい、だから本当に追い抜く時も対向車とか気をつけないといけないし、うん、本当に自転車には気をつけてもらって、安全運転って事故がないようにね、うん、せっかく楽しみに来たら事故であったらもう大変なことになりますから、本当ですよね、うん、安全運転で、はいはい、ぜひ、はい、北部のドライバー楽しんでもらいたいと思ってます、はい、まあ、もちろん南部もですけどね。そうだよね、はい、うん、そのうち、クラシックカーとかなんとかのものが南部でありそうなので、うんうん、また南部のツーリングに行くと思いますが、はい、南部ツーリングはね、信号が多いんで大変なんだよね。なので10台ぐらいで行くと必ずバラバラになって2台ずつぐらいになるんだよね。コンパクトに、コンパクトに、なるべくなるべくというか、僕らは、車の後ろに並んだまま走っているので、うん、間に車が入ってくると抜けないんですよね、なかなか。うん、そうですね、まあ、安全運転で、はい、楽しんでいただきたいと思います、はい、まあ、秋ということで食欲の秋、うん、スポーツの秋、そして読書の秋ということで、はい、ただいまね読書月間ということなんですけれども、うん、そうなんですよ、うん、ですね、はい、ここで一つプチ情報なんですけども、はい、プチ情報美容室の丘の藤田社長とこの間ちょっと対談というか話をさせていただいたんですけども、うん、読書の秋だよねっていう話もあって、はい、前までは僕月に何冊か必ず本買ってたのね、まあ、積読だったり、はい、斜め読みだったり表紙しか見なかったり目次だけ読んだりとか、うん、ちょっとだけ興味があるとそこだけで本買っちゃうんですよね、うん、で買って読み終わって、でついでに他の記事を読んでるっていう感じになっていたんですけども、はい、なかなか買いに行く時間さえなくなったっていう雰囲気が強くて、うん、はい、書店に行く機会が本当に減っちゃったんですよ、うん、で書店って、自分が買いたい本とあれって思った本を見つける場所じゃないですか、はい、あ、こんな本があったみたいな、うん、なので書店へ行かなくなると次欲しい本が見つからなくなるんですよ、ね、映画と一緒ですよね、映画と一緒、映画館行かないと次の作品見たいのが、そう、予告編ってインチキって思うんだけど見たくなるさね、はい、で映画館と同じようにして本も違うジャンルの本とかちょっと興味がありそうなもんとか、うん、はい、あ、これやりたかったんだよなっていう本を見つけるじゃないですか、うん、でそれで本を買って読んでいたんですけども、はい、最近行かなくなったので、うん、本を読むアプリをダウンロードしちゃいました、うん、はい、まあ、最近はね、うん、電子書の本が、そうそうそう、いろいろ本のサービスがあって、うん、僕も本はいろんなところで買っていたんですけども、はい、本を読むアプリもいっぱいあるじゃないですか、うん、でそれで Kindle とかなんとかとかいろいろあったんですけども、はい、それで本は確かに買って読んでいたんですが、はい、ちょっと変わったのがあって、読みポっていうのが出てきたんですよ、うん、なんだろうと思って聞いたら車運転してる時とか、はい、あと自宅にいて、ちょっと草刈りしてるとか、うん、僕がいつもラジオを聞いてる時間帯に本を聞きませんかという話がその内田さんからあって、はい、でどういうことだろうと思ってたら、うん、ネットで本を買うんですね、はい、でその本を買ったら、うん、本を読んでくれるんですよ、アプリが。ただ残念なことに、はい、そのショップで買った本しかもちろん読んでくれないので、はい、で綺麗に読んだちゃんとした人が読んだ本と、うん、
文字を読んでいくっていう2つの方法があって、はい、ちゃんと読んだものはきちんとしてるんですけど、はい、本買ってこれを音声ソフトで読み込んだ感じのものもあるんですね。なるほど。でその音声ソフトで読んだ方は、まあ、ボーカロイドみたいな感じでちょっと読み上げソフトでちょっと違うよね、うん、ちょっと電子音的な感じが、電子音で、あんた今読み方間違ってたよあの方たちがあの方たちになってたよみたいな、ちょっとあれ違うんじゃないのっていうのがあったり、はい、読み方間違ってるよっていうのも見つけて笑う、しかもあの読んでる順番に本にこう昔のマーカーみたいにして色が変わっていく、文字が変わっていくので、はい、これひょっとして教科書とか勉強するときに読んだらすごくない？っていうのが出てきて、はい、っていうのがあの昔本は声出して読んだら耳からも入ってくるし読んでるしメモってるから勉強の時は読んだ方がいいよって言ってたじゃないですか、はい、まあね、あの人前で読むの大変だから結局目で大だけになっちゃうんですけども、あの実は僕小さい時にテープレコーダーがあったので、英語とかいう歴史とか勉強する時は全部録音して読んで、夜あのその録音したものを流しながらまた本読むっていうのをやっていたんです。予習復習って録音するのが予習、うん、で学校って帰ってきてそのテープ聞くのが復習みたいな、すごい今でいうスピードラーニングみたいな聞き流すみたいな感じそうそうみたいなことを予習復習ってそういう形でやってたので、だから読み上げるっていうのが予習で、うん、分かんない感じでそこで見つけるんですね、うん、読めないとか、はい、実際あの読んだ気になるんですよ、目で追ってるだけだと、うん、で声に出す読み方を録音してやってるっていうのは今に生きてるんですね本当ですよねよく考えると、うん、私もあのラジオをするようになってからですね、うん、あのそのアクセントの位置、英語とかだと単語であのアクセントの位置とかで、はい、よやっぱり気になるじゃないですか、はい、よでそういうの結構得意だったんですよ、うん、英語のアクセントの位置とかは、はい、うん、結構得意な方だったんで、うん、まあ日本語でも大丈夫だろうと思ってたんですけども、うん、あの初見で読む原稿ってありますよね、うん、急に入ってきた原稿とかを、はいはい、あのそのままラジオでお伝えするときにもう初めて見ているので目で追いながら自分であの切りたいところとか、うん、息継ぎのところとかを考えながら読むんですけども、うん、その時にあのアクセントの位置が違ったりですとかすると、うん、ちょっと自分でもっと勉強すればよかったなとか、あのアイウェオ辞典みたいなのがあって、うん、その発音のどこにアクセントがつくかっていうのとかがあるので、うん、ちょっとそれもう一回見直そうかなとかね思いますね。もう自然にその音になったらこのアクセントっていうのが身につくように、うん、僕ね、やんなきゃなって思いますね。これ一つだけ反省しないといけないのがあって、うん、で中学校になってきて英語が入ってきたんですね、はい、で僕小学校の時に英会話学校みたいな外人さんが教えるとこ行ってたので、うん、あの文字は勉強しなかったんです、はい、会話だけ、うん、なので、そこに外人さんがたくさん集まっているところだったので、そこへ来て普通の日常会話を楽しむと、はい、でこういう表現の仕方があるんだよっていうボキャブラリーを増やすような学校だったんですね、うん、だから米語だったんですよ、うん、英語ではなく、うん、で中学校入ってきて英語の授業で、うん、あんたちょっと違うよって先生に言われたりしてたんだけど、うん、テストの時に発音のテストって僕らの時なかったのね、はい、だから綺麗に本を読んでも点数と関係なかったのね、うん、で予習復習、うん、ちょっと書いちゃったんですよ僕、はい、ローマ字読みをしたんですよわざと、うん、そうするとスペルを覚えるじゃないですか、はい、そうすると外人さんと話すときに、ダブルで覚えたんで今何が何だか分かんない状態になって、私もそれですね、ね、うん、あれやったらいかんよね、はい、私中学校1年の時にびっくりしたのが、うん、英語をそのまま表記で読んでいて、うん、日本語でも理解できてるんですよ、うん、で先生の質問が確か英語の文章を日本語に訳して言ってください、うん、だったと思うんですけど、喋、うん、ったのが英語の発音をそのまま読んだっていうので、うん、自分の中で英語があって英語の読みがあってカタカナの読みがあって日本語の訳文があってみたいな感じの頭になってしまって、うん、何がどこになのかっていうのが自分の中でごちゃごちゃになってしまって、ごちゃごちゃになる場合があるよねこれなんだろうみたいな、うん、今の授業の方がいいよね、うん、あのちゃんと発音があって、はい、英語は英語で英語で質問するから英語で答えなさいがいいよね、うんうん、そうです ね、 ね、そしたら あんまりごちゃごちゃしないよね、そうそうそう、この、うん、
そうなんですよ。なんかこの意味が分かってるんだったら英語でその答えを答えてくださいっていう方が分かりやすいですね、うん、日本語で答えるっていう、はい、うん、まあ、いい。今その本のアプリを取って今まだ一冊目を聞いてるんですよ、はい、そしたら僕斜め読みがすごかったんだなっていうのが分かった。あのこれ、読み方の速度が変えられるのね、はい、あの1倍から2倍3倍4倍って変えられるんだけど、僕今 1.5 倍ぐらいで聞いてるんだけど、はい、早い読みで、うん、あの読み込んでるので順番通り読んでいくんですよ、はい、だから僕すっげー飛ばしてたんだなと、あの興味がないとこって僕全然読んでなかったんだなっていうのが気づいてきて、はい、本読むって大変って今思ってるところです。そうですよね。あとすごい大変だなと思うのが、その本をチョイスするのも自分じゃないですか、うん、だから好きなジャンルしかチョイスしないので、すごい偏ってますよ ね、うん、ね。であのあんまり斜め読みをしすぎると、箇条書きだけでいいやんってなってくるんですよ答えが、うんうん、で大体この辺に答えが書いてあるよねっていうところだけ読んでいくようになってしまうので、うん、その行間を読むとか、この前振り、この言葉の意味はこういう感じで使ってますよみたいなところを全部飛ばしてるんですよね。そうだからこう今ゆっくり読んでると、うわっていうところと、わ耐えられねえっていう2つがあって、でもねこれね、うん、ちゃんと読んだ方がいいなと思うのが、その行間を読むとか、うん、この言葉の深い意味合いを考えるっていうのが日本語じゃないですか。そうそうそう ね、うん、だから効率を考える、うん、あの早く読むとかそういったものを考えると、ちょっと、うん、あるんだけどね、うん、あの日本語の響きとか、うん、その意味合いとか情景、まあ、小説は、ね、飛ばし読みしたらアウトだろうっていうのは分かるんだけどハウツーモンはね、うん、もう答えだけ知りたいんで前置きいいよみたいな感じになってくるんで、ついつい飛ばし読みするんですけども、うん、飛ばし読み本当はあの先送りとかできるみたいなんで、はい、あのできるらしいんだけど、ついつい、うん、あの音声は聞いちゃうんですよね僕、うん、あのラジオも生で聞いた時は早送りできないので聞いちゃうじゃないですか。そうですね、あれと同じ感じになって聞いているので、うん、あのかけっぱなしなんですよ、うん、これ不思議ですよね、うん、耳で聞く時は全部聞くじゃないですか、うん、映像で見る時って結構2倍速だったり、僕うちの、飛ばしたりとか、あのハードディスクレコーダービデオ、はい、あれあの倍速で音が出ないような気がするんですよ。出るものもありますよね。出るもの最近多いよね、うん、あのちゃんと聞き取れるように編集してみたいな、はい、感じで、確かね2倍速までは聞けるんですよ、うん、聞けるって聞いたこと。4倍にしたらあの、うん、もう言葉が追いつかないと思う、うん、でもこれもね、あのアクセントとか声の雰囲気とかあるじゃないですか。ためとかね、ためとかねいいのかなって時々思うよねそうですね、うん、まあ僕が言ってもしょうがないんだけどねで、はい、あの結構ね僕せっかちって自分でも分かっていたんだけど、うん、こんなにせっかちだったんだっていうのが、はい、この読み上げソフトで分かったんですよ、うんうん、なるほどっていうのが、はい、でもっと早口で喋るよって、まあ早口で喋れるように設定できるんだけどそれでやってるとちょっと安心するのね、このスピード感に、はい、これ間違ってるなってやっと思い始めた。うん、うん、そうですね。ちょっと話はあの変わるんですけど、だって 1.5 倍ってことは、うん、どんなに頑張ったって2倍早くは読めないわけでしょその本、はい、じゃあ普通通りに読んでもらって、うん、普通通りに目によってやったって30分かかる30分、うん、これはあの 1.5 倍速でやったって20分なんだからいいかなと、うんうん、思うくせに 1.5 倍から変えられないですなるほど、うん、でもあの読み上げソフト、はい、いいなっていうのがうん、うん、ちょっと思っていたのと、はい、このソフトってひょっとしてあの僕これからあの目が見えなくなっていく世代になっていくじゃないですか、うん、もう本読むの大変って目が弱くなったりするじゃないですか、はい、で iPhone で今やってますけど iPad でもできるんですよ、うん、もっと文字の大きさがね、はい、すっげーでかくなるんですよ。なるほど。しかもあの真剣に読まなくても読み上げてくれるから、はい、ひょっとしてヘッドホンしながらぼーっとして時々本見てあーって言えばいいのかという。いいですね、うん、これが例えば薬の、あの用途とか使用方法とかっていうのも読み上げてくれるようになったら、うん、これあのこの本屋さんの本しか、うん、中にあれば本しかないみなんだけど、ね、うん、これがねあのアプリとして写メで撮ったものを全部読み込むようになるとか、うん、この説明書をQR コードか何かで置いといてくれて、はい、QR コードで読み込んだら全部文字でね、うん、あ言葉で読んでくれるような、あいい感じじゃない、うん、今日の推しは、薬の説明書は QR コードに
やってそこへ飛んでいくと読み上げてくれるっていうアプリを誰か作ってください。なんか作れそうな気がするよね、うん、だから、薬局じゃないな、薬屋さん製剤のところがそれ作って、うちの薬は全部この QR コードで読み上げられますよっていうのを作ると、うん、全部ができるよね。そうですね。おお、いい考えだ、うん、あの字が小さくて、ね、見えないとかっていうのもありますし、見えないし情報いっぱい欲しいじゃないですか、うん、しかも追加もあるでしょ、はい、あの副作用でこういうのが出ましたと、うん、そうだったらあの説明書って一回印刷してしまうとフォームがあるからなかなか変わらないかもしれないし、うん、それをねあの QR コードだったらすぐにホームページのやつを変えればいいんで、うん、QR コード先を、はい、そうすると次読み込むときには新しい情報が入ってくる、うん、お我ながらかっこいいなっていうのがね、うん、あればあの見えにくいなっていうものも、うん、なくなるのかな、解消されるのかなっていうふうに思いますけどね。なるほどね。ってことは例えば FM ウルマ あのシールとかステッカーとかの端っこの方にも QR コード入れて、うん、詳しくはこちらってやって、うん、出てくると今の番組があの出てくるとか、うん、あのメールアドレスとかそういうのが出てくるとか、うん、出てきてそこをクリックするとメールが送れるとか、まあ、いろんなことができるね。あ、ホームページに飛ばせばいいんだね、はい、Facebook ページとかね、うん、まあネット関係が、ネット関係が、うん、あそっか、最終的にはネット環境があるかどうかでまた戻ってくるんですね。そうですね、うん、だからスマートフォンとかで、その iPad とかで、うん、そのパッてやってみれるとか、うん、だから、うん、結局最終的に何が言いたかったかっていうとあの年寄りはガラケー使ってなさいよと、若いとスマホですよって言い方するんだけど、逆に僕以上の年齢の方がスマホ使うと便利だよって言いたいんですけどね。そうですよね、うんうん、iPad とかね、字が大きくて見れるものとか iPhone とか iPad とかどんどん大きい字も見れるようになるし、電話もかけられるし、うん、なおかつあのカメラもそれで済むし、うん、で使い方がどんどん簡単になってきてるので、うん、パソコンと同じ機能が指一本でできる、うん、って考えるとパソコンが使える人は使えるよね。そうですね、うんうん、またあのパソコンと違ってワンタッチ、あのタッチ画面でできるので、ね、うん、こっちから入った方が便利かもしれないですね。便利かもしれない。なんでこんなに一生懸命 iPhone を進めてるのかはよくわからないんで置いといて、はい、でもできればこういう便利なアプリがあるので、うん、秋の夜中の読書に必要なアプリとか、うん、ちょっと iPhone の使い方、こうあの本とか買ってきて少しスマホに行ってもらうといいかなと、うん、あとどうやったら安く使えるかっていう勉強だよね。そうですね、もう国もね安くしろって言ってるしね、うん、毎回言うんですけど、うん、シニア割引作ってください。55歳以上は半額とか。いいな。いや、勝手に自分が56歳になったから言ってるんですけどね。あの60歳以上じゃなくて55歳以上で、まあほとんどね映画も見ることないし、そんなにダウンロードしないから安くしてっていう感じなんですけどね、うん、まあね、うん、だって映画館だってね割引聞くじゃないですか。はい、ね、そうですね。シニア映画館60歳からだったかな。まあでも55歳ぐらいから割引してくれると僕は対象に入るので、なんなら56歳からでもいいです。微妙なラインで。あ、大丈夫です、56歳ですから。そう、でも私もそうなんですけど、うん、学割っていうのが出た時代よりも先に携帯使っていたので、うん、学割もなかったですし、ね、しかもあの家族全員いてても、もう学生いないしとかね。そうなんですよね。なんか恩恵に、ね、ちょっと学生から出てきたらよかったよね。本当ですよね、一人いないかなみたいなね、うん、あ、じゃあ今から僕は通信教育入るので学割でねえ、うんうん、まあ、あ、っていうことは、はい、FM ルマで通信教育やってみんな学割使いませんかってやればいいんだね。そのプランがあればですけどね。そう、学割と言ってもね、ちょっと学校認定されないとね。はい、じゃあここでですね、はい、ちょっと一曲お届けしたいんですが、うん、ジュリー&マリーのナンバーから散歩道お届けいたします。はい、いい季節ですしね、はい、散歩にはね、はい、はい、
この番組は本田カーズ沖縄、沖縄そばと餃子の店向かい屋、福岡市会の提供でお送りしております。先ほどお送りしました曲はジュディアのマリーのナンバーから散歩道お届けいたしました。そしてこの番組はゆいまるラジオ FM うるま周波数 86.8MHz と FM21 周波数 76.8MHz2 曲同時に放送しております。どうぞお聞きいただける周波数でお楽しみください。最近ですね、はい、FM うるま FM86.8MHz って書くことが多いんですよ、うん、ついね口頭でも言ってしまいます。多分書いてる時に口で言ってるんだよね。ね読み上げてるんですよね。読み上げてるんだよね。はい、うん、ということでここで沖縄地方の週間天気予報をお伝えいたします。はいよ。沖縄地方向こう1週間は、うん、期間の始めと終わりは高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。はいよ。期間の中頃は気圧の谷の影響で曇るところがある見込みです、うん、あ、はい。最高気温最低気温はともに平年並みでしょう、うん、降水量は平年より少ない見込みです。ということで、はい、ほとんど晴れ、はい、今日がね晴れ時々曇りのお天気だったんですが、うん、木曜日は晴れ、はい、そして金曜日が晴れのち時々曇り、うんうん、土曜日が曇り時々晴れで、11月1日日曜日が曇りで、月曜日以降が晴れ時々曇りというお天気なんですけれども、うん、降水確率が高いのが11月1日日曜日の日がですね 40%、 40%、はい、うん、結構高いね。そうですね、はい、それ以外は 10% から 30% の見込みです、うん、はい、はい、もういい季節なんで、あの何度も言ってますけども、うん、衣替え、うん、やるにはいいよね。そうですね、ちょうど今日とか明日とかいいよね。まあ平日なんだけど、はい、実は明日、うん、最低気温20度、20度、はい、おとなります、はい、で最高気温が27度、うん、で金曜日土曜日にかけましては最低気温が22度、はいよ、で最高気温が26度から25度へと下がります、うん、もうそろそろ長袖を引っ張り出してこないとね、うん、カーディガンとか。そうですね、うん、だから週明け少しね最低気温が20度、最高気温が25度ということで、うん、少し寒くなりそうですので、うん、まあ、私今日ねちょっと収録の模様はね、うん、あのノースリーブなんですけれども、クーラー入ってるしね、ちゃんとあのカーディガンも持ってます、ジャケットも持ってます、はい、1枚ねあの多めに、余分に、はいはい、持っていていただけたらなと思います。なので本当11月に入ってから、うん、あのちょっと寒くなりますので、はいはい、今週中にね衣替え準備されてた方がいいかと思います。あとやっぱり季節のね、うん、こう変わり目なので、はい、風とかね、うん、あの喉が痛いとかね、鼻水が止まらないとかね、よだれかと思ったら鼻水だったとかね、はいはい、ちょっと違う場合です。気をつけないといけないなと思うのが、はい、私もですね、うん、先週あの喉の痛みと声がちょっと枯れてまして、うん、まあ、それ以外別に何だろう、特別ね高い熱があるとか、うん、あの鼻水が出てるとかっていう症状はなかったんですけれども、はい、まあ、それで、まあ、外にね長時間いたっていう風に当たってたっていう、ね、うるま祭りの時に中継したんで、うん、はい、結構疲れてたんだね。ね、距離も歩いたよね、あの祭り会場が広すぎて、はい、で初日はですね、うん、私マスクをしながらあの準備、うん、機材の準備とか中継などもね行っていたんですけども、うん、2日目してなかったんですよ、うん、多分それであの風邪を受けて喉が乾燥してたみたいです ね、 ね、うん、結構あの外の中継って疲れるよ ね、 ね、びっくりしましたね。びっくりしますよね、うん、あの喉をやられるよね、はい、うん、あの今度からさっきのキャンピングカーの話じゃないですけども、うんうん、あの移動型のちょっとスタジオみたいなのが欲しくなってきたね、ラジオ会みたいなのが。本当ですね、うん、室内でね、室内でね、なので車内かあのキャンピングカー買うのおすすめですね中にあの放送スタジオを作ってもらって、テントではなく、うん、車内からあのお届けしますみたいな方がまだいいかな。いいですね、うん、雨が降っても濡れないし ね慌てて片付けなくていいしね。本当ですよ、最近撤収早くなりましたよ私ね。え、一応僕らあの荷物をなるべく少なくしようってどん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 少なくなってきて、はいはい、一番最初の頃の5分の1ぐらいまで、そうですね、ね、小さくしてまとめて、中継に行くんですけども、やっぱりね配線とかコードとかいろいろあるので、はい、あと ね雨が降った時のために、うん、もうその撤収の、ね、ね、あの準備とかね、準備をしながらやってますからね、うん、よく考えるともうラジオカー並みのキャンピングカー作ればいいんだね、うん、予算がないんでどっかにお願いすればいいんだね。
ね、うん、あのいろんな場所で宣伝しますので車提供していただけると。いやいやいや、あの防災情報を流すか国が何とかしろよとかいう話かと思って、あの全国のコミュニティ放送局に1台ずつ渡してとかいう話をしようかと思ったら、うん、いいですね。もう個人的にお願いします。そうそう、もうできればあの国が無理なら県でもいいので、シワチャット買ってくれそうもないんで。うん、でも本当そうですよね、うん、防災対策用、コミュニティ FM 専用ラジオカータイプ、うんうん、横に置き換えてもいいので、うんうん、なんかあるといいよね。そうですね、うん、実際防災的には FM ウルマって海抜3メートルぐらいしかないようなところに立っているので、うん、すぐに行けないといけないし、はい、3.11 の時も僕ら中継はしてたんですけども、5時で、うん、一応避難命令が出まして、はい、それから3日分4日分の、まあ、1週間分かな、ラジオ放送分を一気に、うん、パソコンのハードディスクに入れて、それで自動放送しながら一応退去したじゃないですか、うん、で本当は戻ってきたらいけないんですけど、僕はちょっとメールを確認しに来たりとか、うん、内緒ですけども戻ってきたりしてたんですが実際もうあの時に津波が来てて沖縄にも、はい、で流されてたら手に持ってたノートパソコンにデータ入れたやつを持って送信所行く予定だったので、はい、そういうのを考えると専用のさっき言ったキャンピングカーみたいなのが欲しいよね、うん、そうですね、でそこから災害臨時放送局みたいになるといいよね、うん、本当ですね、うん、欲しいな、うん、でも贅沢言いません、軽でいいです機材が乗れば本当かな、ちょっとは、山とか登れる車だったら何でもいいですどんどん要望どんどん要望坂道も登れてとかまあアンテナがね、はい、ちょっと山の上というかね、山の上にあるんで台風の時にも触れない車でとかね、うん、気がつくとなんか 4WD のすごいジープになってたりしてねうん、うん、まあはい、でも宮古とか、うん、先島八重山とかね、石垣とかね、あそこにもコミュニティ放送局あるじゃないですか、はい、大変だろうね、うん、台風も今回も今年もいっぱい来たでしょ、はい、大変だよね、しかも山の上にやっぱアンテナあるだろうから、うん、そこまで行くのとかね、はい、うん、しかも風もね沖縄本島で強く吹いてましたもんね、うん、そうですね、いやいやいや、だって僕らって台風が来ると1週間前からもう対策してますもんね、はい、充電器たくさん持ってたりバッテリー買いに行ったりとか、うん、充電してたりとか、はい、充電ばっかりじゃんでもね、うん、パソコン、ノートパソコンとかねとかね、Wi-Fi も含めて、ネット環境もいくつも準備して、はい、全部確認して送信所にいくつも機材を置いといて、うん、何かがあったらこれとこれを切り替えるんだよ、停電の時はこれとこれっていうのを全部書いて、うん、大変だねまあ、ありがたいことにね、うん、スタジオがある建物は40秒でバックアップ電源が、バックアップ電源が来るので、はい、バックアップ電源自体がね小さくて済むので、はい、うん、全然心配しないんですけども、うん、送信所の方がね、はい、バックアップ電源が2時間ぐらいしか持たないんで、うん、その間に後に、発電機をやるか、最近ちょっとインチキしてるのはバッテリーをたくさんつないで長く持たそうと、うん、まあ、結局人力、はい、頑張りますはい、それではここでちょっとお知らせなんですけれども、うん、はい、ゆいゆいウォーク2015関金はウォーキングフェスタが11月28日土曜日、29日日曜日に行われます、はい、これがですね、沖縄マーチングリーグ公認大会となっておりまして、はい、沖縄では4大会あります、はい、このゆいゆいウォーク、うん、そして、名護のウォーキング、ウォーキング、はい、が12月、はい、で1月に久米島、久米島、で2月に手だこウォーキング、手だこ、はい、はい、ということで4大大会ございます。今までね、3月に一番最後に、うん、このゆうゆうウォークがあったんですけども、うん、トップに来ましたね、はい、11月に開催をいたします、はい、こちらですね、うん、事前受付が11月20日金曜日まで、であとは窓口の方で、うん、前日まで受付が可能というのと、はい、あと当日会場でも受付は可能なんですけれども、はい、お早めに、うん、はい、ゼッケンの、ね、準備とかもありますので、そうなんですよね、お早めに受付をお願いいたします、はいはい、大人の方は1日参加で1000円、うん、1000円、2日参加で1500円、1500円、はい、小中高生は1日参加で100円、100円、2日参加で200円、200円ですね、はい、未就学児が無料と、幼児は無料あります、はい、2日になっても無料、うん、はい、
はい、でコースはですね、うん、土曜日の方が金町宜野座村ルートということで3コース、はい、よ20キロコースと10キロコースと5キロコースがあります、うん、で11月29日日曜日は横津半島ルートということで4コース、はい、30キロコース、20キロコース、10キロコース、5キロコースとございます、はい、これがね朝早いんだよねみんなね、うん、で、まあ、ウォーキング大会ですからね。そう、金町宜野座村ルートの方は、うん、会場がネイチャー未来館金の方のね、はいはい、でスタートが20キロコースはもう7時から8時が受付で8時半スタート、うん、あ、出発式9時からスタートですね、うん、はい、で10キロコースのスタートは10時半、うん、で、5キロコースの自然満喫コースがスタート11時からと、はい、で11月29日日曜日の横津半島ルート会場は具志川ドームになるんですけども、うん、30キロコースのスタートが8時、はい、20キロコースのスタートは8時半、うん、10キロコースの金高の雨回り勝連城主を巡るコースは9時のスタート、うん、で B グの佐藤テルマを巡るファミリーコースの5キロコースは9時半スタート、はい、日曜日の方がちょっと早くなっているのはこの日の飛行機で帰られる観光客の方もいらっしゃいますので、うん、はい、ちょっと終わる方を早めにしたくて、うん、スタート時間が早めになっております、はい、まあ、例年通りということです、うん、そうですね、はい、おすすめは10キロコースのキムタカの勝連城址を巡るコースいいよねって僕は思うんですけども、うん、はい、30キロコースにもそこは含まれますので、うんうん、足に自信のある方は30キロコースを、そうですね、はい、うん、お願いします、はい、で詳しくはですね、うん、インターネットお持ちの方は UUWOGUと検索をしていただきますと、はい、ホームページそして Facebook での、うん、Facebook ページも出てまいります。 UUWOG201号ですね、はい、はい、でですね、うん、窓口の方が4箇所ありまして、うん、はいよ、株式会社 FM うるま、そしてうるま市企業立地雇用推進課石川庁舎の1階にございます、はい、金町企画課金町役場の2階にあります、はい、宜野座村企画課宜野座村役場の3階に窓口がありますので各窓口でのお申し込みも可能です。はい、はい、で団体申し込みというのがありまして、うん、そちらの方は窓口でのみ、うん、受付という形になりますので、ということは今言った3カ所と、うん、まあ、FM ウルマに来て、はい、団体申し込みしたいんですよっていう話をすればいいですね、はい、です、で電話で行って送ってくださいでもいいんですよね、うん、はい、申し込みよしを申し込みよし送ってくださいでも可能です。はい、はい、で実際に、うん、メンバーの名前とか書くところがありますので、うん、はいはい、そちらも書いていただいて提出をしていただきます。団体だと大人10人で申し込むと上りがもらえたりとかね、はい、なんか特典があるんですよね。はい、で10名様以上だと、うん、一般団体っていうんですけども、はい、そちらはのぼり旗をプレゼント、はい、で子ども団体っていうのがありまして、はい、こちらは25名以上のじゃあサッカーチームとか、うん、野球なんとかスワローズとか、はい、なんでスワローズなんだ、はい、なんとかって、うん、はい、そういった25名様以上のチームにはですね、うん、団体にはですね、ボールとのぼり旗プレゼントです、うん、なのでサッカーだったらサッカーボールで野球だったら野球のボール、うん、っていう形でプレゼントいたしますので、僕は野球やってる子にもサッカーボールあげて足腰鍛えなさいよっていうのかなと思って、はい、ただですね、はい、プレゼントに関しても、うん、このボールのプレゼントに関してですね、うん、数に限りがありますので、お早い者勝ち先着順ってなってます、はい、なのでお早めにですね、うん、団体申し込み行っていただきたいなというのと、はい、団体申し込みがですね、うん、そのボールなど の準備などもありますので、うん、11月の13日、はい、うん、1週間前一般の申し込み受付の1週間前が団体申し込みの最終日となりますので、あと2週間ぐらいしかないんじゃないですかね。そうなんですよ。なので、まあ、団体で申し込まれる方は、うん、石川庁舎の、はい、1階のうるま市企業立地雇用推進課、はい、もしくは金町役場2階の金町企画課、宜野座村役場3階の宜野座村企画課の方にお問い合わせください。はい、はい、電話番号の方もお願いします。事務局の方のお電話番号を申し上げます、うん、関金はウォーキングフェスタ実行委員会事務局、電話番号は098-965-5611 965-5611、こちらがうるま市経済部企業立地推進課石川庁舎の1階の方にね、はい、あります事務局となっておりますので、うん、お電話
出られる時間帯というのがね、うん、あの8時半頃から、うん、まあ、5時半頃までという形になるかと思いますので、はい、その時間にですねお電話いただければなと思います、うん、はい、はい、でインターネットをお持ちの方は悠々ウォークと検索をしていただきますと、うん、スポーツエントリーから申し込むこともできますので、はい、はい、どうぞ確認をしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、全部言ったかな、はい、というわけで今日はあの実は散歩曲をお届けしているんですが、はい、うん、さっきがジュリマリの散歩道、はい、はい、で次は、はい、続いてはですね、はい、斉藤和義さんの歩いて帰ろうなんですけれども、これをお届けしながら皆さんとお別れする形になります、うん、はい、今週もあっという間にエンディングの時間となりましたけれども、うん、キニさんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。そしてお付き合いいただきました皆様ありがとうございます。それでは最後にお届けする曲は斉藤和義のナンバーで歩いて帰ろうをお届けしながら皆さんとお別れいたします、はい、来週のこの時間までさよなら。さよなら。